ソフィア・マティルダ・オブ・グロスターは、ハノー・ファー家統治期のイギリス王家の一員。ジョージ2世の彦で、ジョージ3世の名である。ジョージ3世の弟の一人、グロスター・エーディンバラ、公爵ウィリアム・ヘンリーと、その妻のマリア・ウォルポールの間の第一子、長女として生まれた。母方の祖父は、イギリス初代首相ロバート・ウォルポールである。1773年6月26日に、 ウェーマスのグロスターハウスにおいて、セントでイビーズ司教チャールズモスにより、洗礼を受けた。大父母は、おじのカンバーランド公爵ヘンリー・フレデリックと妻の公爵夫人、アン、おばのデンマーク王妃キャロライン・マティルダであった。王族としての継承は、出生時にはハイネスだったが、1816年に弟のウィリアム・フレデリックが、 ジョージ三世の四女メアリー王女と結婚して、継承をロイヤルハイネスへと引き上げられた際、指定官の地位を釣り合いを取るために、ソフィアも摂政宮によってロイヤルハイネスを授けられた。王家の中では、ジョージ三世の三男、クラレンス公爵の結婚相手になることが想定されて、いたが、ソフィアもクラレンス公爵も結婚する気は全くなかった。ソフィアは、生涯独身を通し、 ウィンザー郊外の村ウィンクフィールドにあるニューロッチで静かに暮らした。1844年に死去し、ウィンザーのセントジョージ教会にある王家の納骨堂に埋葬された。イボンヌ、エスロイヤリティホームページ、ロイヤルクリスニングス、ハット・ウィリアムズ、ケイト、ビカミング・クイーン・ビクトリア、ザ・トラジック・デス・オブ・プリンセス、シャーロット・アンド・ザ・クスペクティット・ライズ・オブ・ブリテン、エス・グレイテスト・モナーク、 バラティンブックス P145ISBN0345461959 ありがとうございます。